ちょっと唐突にこんな話もなんなんですが、皆さん新紙幣手に入れました？私ね、先日やっと初めて新紙幣手に入れたんですよ。コンビニの ATM でお金下ろしたら出てきたんですよね。めっちゃ嬉しかったですね。いや、これ大事にしようと思ってたんですけども、そのまま買い物してなくなりました。速攻で小銭に変わっちゃいまして、所持してた時間5分も満たないですね。新紙幣レアものかよ。現れてもすぐに逃げるはぐれメタルみたいな感じでしたよね。いやでもね、私の周りでも結構まだね手に入れたことないっていう人が多くって、なんかそれこそねキャッシュレスの人とかも増えてきてるから、まだ見たことないっていう人も結構多いんじゃないでしょうかね。私は見ました。というわけで、どうも皆さんこんにちは、刑事チャンネルです。あれ、今日は実写のおじさん出てこないんですかって感じなんですけれども、いや撮影しようと思ってカメラをつけたんですけれども、鼻からものすごい長い鼻毛が出てね、めっちゃひじきみたいに長いやつ、これたまにあるんですよね。何年かに1回私の鼻の中でひじきが蓄積されます。そっとカメラを消しましたよね。実写のテンションじゃなくなりまして、まあ、っていうのは嘘で、タック TV レディオさんをパクっているだけです。今日の動画は音声だけでテンポよくポンポンポンとゲームのニュースや話題をダイジェストでお伝えするような、そんな動画にしてみたいかなと思っております。今までやったことない新しい斬新で画期的な動画だわ。まず最初の話題、こちら、モンスターハンターワイルズ新しい情報が公開されております。公式の X のポストを見ますと、日本時間8月21日午前3時から開始されるゲームズコムオープニングナイトライブでプロモーション映像3を公開予定。マジか、待ってました。ちなみにこのゲームズコムオープニングナイトライブはモンハンの情報以外にもいろんなゲームの情報が来ると思いますので、これ要注目なイベントなんですけれども、ちょっと続きを読んでいきましょう。またドイツで開催されるゲームズコム2024での世界初プレイアブル出展に先駆け、武器種別の基本的な特徴やアクションを紹介する動画を本日より1日1本のペースで公開していきます。ありがとうございます。カメラで撮ってないのに思わず拍手しちゃいましたね。ちょっと一応念のため聞きたいんですけども、このモンハンをプレイするためにわざわざドイツまで行くっていう予定してる人いますか？そんな猛者います？いや、さすがにいねえか。まあ、東京ゲームショーにもね、プレイアブルな出展来ると思いますので、今年の東京ゲームショーめちゃくちゃ人ごった返するんじゃないかなと思っております。まあ、ちょっと話戻しまして、モンハンワイルズの公開された基本アクションと武器種別のアクションなんですが、基本アクションでは本当にモンハンの基本的な部分を見せてくれておりますね。いや、にしてもちょっと待って、グラフィックこれすごい綺麗だよね。なんか荒野だから綺麗に見えにくい側面もあるかもしれないんだけれども、岩場の岩の一つ一つの描き具合とか、あとキャラクターの衣装とかもすごい細かく綺麗に描かれてますよね。これ他の装備とかもどんな風に描かれてるのかすごい気になってきますね。で、今公開されてるのは体験だったりするんですが、これ体験もめちゃくちゃ綺麗に描かれてませんかね。いや、これすごいっすよ。あとはこの紫のチョコボじゃなくてセクレト、チョコボとは似ても似つきません。見てよこの目つき、面構えが違う。私すごい興奮してるのが、このセクレトに乗った時のセクレトのモーションですね。めちゃくちゃ良くないですか？モンハンライズの時もガルクに乗れたんですけど、まあ、ガルクの乗り心地もすごい軽くて軽快で良かったんですが、今回このセクレトのこのどっしりとした重くてしっかりした動きがすっごい好みなんですよね。前々から言われてました、クエスト対象のモンスターの場所まで自動で連れてってくれるっていう機能があったりするんですが、そのシーンとかも見せてくれたりしてます。これめちゃくちゃ便利ですよね。まあ、もちろん最初に討伐するときはモンスターを自分で探して討伐すると思うんですが、まあ、モンハンって絶対繰り返すじゃないですか。2回目以降の討伐のときにモンスターまで自動で連れてってくれるのはめちゃくちゃありがたいっす。なんか映像ではステルスからの攻撃っぽくなってますけれどもね、気づかれる前に叩くとモンスターこんな感じでよろけるんでしょうか。まあ、この辺もちょっと新しい要素なのかもしれないですよね。セクレトに乗ってる最中に武器の切れ味を回復したり、回復アイテムを使うことができるとかっていうのはモンハンライズのガルクの時と一緒ですよね。いや、にしてもやっぱりグラフィックめっちゃ綺麗です。なんかもうこの辺の映像とかはさ、最初に公開されてたプロモーションムービーとかよりもはるかに綺麗に見えますよね。セクレトに乗ってると武器の持ち替えとかができるみたいなんですが、武器の持ち替えは条件を満たす必要がありそうです。まあ多分あれだよね、素材を集めて武器を携帯するためのものを作ったりするとか、そういうことでしょうね。で、モンハンワールドの頃から今作でも健在のスリンガーなんですが、このスリンガーがですね、ちょっと待って皆さん、あのスリンガーの方に注目してもらっていいですかね。太ももに注目しないでください。スリンガーの方、絶対スリンガーの方見てください。このデザインかっこよくね。弾を込めると開きます。ゲーム中それグラフィックで表現されるの？マジでやばい。ワールドの時のように落石などで使うことができたり、フックスリンガーで遠くから素材を回収することもできます。めちゃ便利。今作から集中モードっていう新しいアクションがあるんですよね。こっちちょっと気になる方多いんじゃないかなと思うんですが、動画での説明を見ると攻撃やガードの狙いを定めている状態って書いてあるんですよね。で、この動き見ると定める狙いって自分でエイムを合わせるみたいにする感じなんでしょうかね。これどうなんでしょうかね。スピードは結構ゆっくりですけれども、 FPS とかやったことない人からしたら結構最初戸惑うんじゃないかな。ただ逆に使いこなせるようになるとかなり強いかもしれませんね。いや、だって狙いたいところ簡単に狙えるようになるんですよ。
で、この集中モード中は敵の傷口が強調して表示されるんだそうです。ごめん、分かりにくい。もっと強調してくんねえかな。もっともっと強調してくんねえかな。七色に光ってくれても構わないんだぜ。現在公開されている武器種は体験となっておりまして、1日1本のペースで公開していくというふうに書いてありますので、今日は多分タチが公開されてるかもしれません。私タチ使う予定なので楽しみです。現在公開されてるだけでも14種類の武器がありますので、まあ、約2週間にわたって毎日情報が来るということで、ちょっと楽しみな毎日ですよね。皆さんは何の武器使う予定ですか？タチですか？タチなんですか？いや、双剣もいいよね。いや、今回2つ武器持てるから、タチと双剣？いや、待って、全然違う武器持ちたいよね。モンハンらしく体験もいいかもしんないよね。いや、待って、めっちゃ悩む。もう発売される前からこんな悩んでて楽しいんだよ。発売されちゃったらやばいことになりそうですよね。モンスターハンターワイルズのね、新しい情報も楽しみです。ゲームズコムのね、オープニングナイトライブで公開される情報も楽しみにしておきましょう。じゃあ続いての話題はこちら、任天堂株価暴落。あー、これひょっとして次のモンスターハンターが任天堂スイッチで出ないから暴落とかそういうこと？いや、違う、そういう香ばしい話題ではございません。8月2日に任天堂は2025年3月期第1四半期の決算を発表しました。その決算の内容が市場の予想よりも下回ってたということもあって、月曜日の株式市場が開いてから売りが殺到して株価が下がっていきました。が、タイミングを同じくして日本中の株価が暴落していたので、決算が原因だったのかどうなのか全く分かりません。まあ、株価暴落はあっちこっちでめちゃめちゃニュースになってますからね。吉田製作所さんもだいぶ参ってるみたいですね。落ち着いたらあの動画制作戻ってきてほしいですよね。まあ、株価の方は今日8月6日からは上昇傾向みたいですけれどもね。株価が暴落するとなぜかあの人身事故が増えるっていう話がありますけれども、大丈夫でしょうかね。プレイステーションのソニーの株価はね、株価の暴落が大きく始まった8月5日も持ちこたえてたんですが、ちょっと厳しい。めっちゃ上昇してる。お前どうした？一体何があったんだい、パワー、ということなんですけれども、ソニーはね、このタイミングで自己株式の取得をしたので、多分それの影響なんでしょうかね。まあ、違ったらごめんなさいなんですけれども、ソニーの第一四半期の決算は8月7日の夕方に予定しているみたいなので、その辺の動向も気になりますので、発表され次第動画の方でまとめていきたいと思います。楽しみにしていてください。え、別に楽しみじゃないですか。まあそうですよね、ちょっとマニアックな話題ですよね。じゃあちょっと次の話題いきますね。任天堂の話少し出たので、スイッチの新しいゲームの情報の話しましょうか。9月に発売を予定しておりますゼルダの伝説知恵の借り物、まあ、新作のゼルダのゲームなんですが、こちらも新しい情報の動画が公開されております。公開された動画はこちら、ハイラルの歩き方、2本の動画が公開されておりまして、特にハイラルの歩き方に第一編がよく再生されてるみたいですね。お願いだから1も見てあげてよ。っていうかね、1借り物編は以前に任天堂ダイレクトで公開されていた映像なんですよね。なので、まあ、任代ご覧になった人は別に見る必要はないかもしれません。一度見たことのある動画を見るぐらいだったら、エッチャンネルさんの水着の福袋の動画見ていた方がいいかもしれませんね。お前何全部ちゃんと見てんだよって。嫁に内緒で隠れて見ました。いや、だって逆になんか生々しいんですね。いや、その逆に生々しくて、そのなんだろう、逆に生々しい、まあ、こういう動画だったら、一回見ても、またもう一回見てもいいかなって思えるような、ちょっと待って、話戻すか。ちょっと今の一瞬で刑事チャンネルの評判だいぶ落ちたんで、真面目にやりますね。公開されたハイラルの歩き方第一編では、このゲームのマップの各地は全部地続きでつながっているということが公開されておりました。オープンワールドっていうとちょっと大げさかもしれないんですけれども、いや、ゼルダって昔からそうじゃなかったでしたっけ？スーファミ時代からそういう感じでしたよね、確か。ゼルダそんなに詳しくないので間違ってたらごめんなさい。いや、でもね、ブレワイとティアキンはめちゃくちゃ面白かったですよ。今回のこの映像第一編では、ゲームの中の各エリアやそれぞれの種族などが紹介されていたりもしてて、ティアキンやブレワイでおなじみの種族なんかもいて、すごいなんか懐かしい気持ちになりましたね。いや、まあ懐かしいって言ってもまだ1年ちょっとしか経ってませんよ、ティアキンから。いや、それこそね、ブレワイとかティアキンとかっていうところがゼルダの前作に当たるものなので、まあ、それらから比べると今回の新しいゼルダってちょっと違うテイストのゲームになっているので、どうなのかなって思ってる人も結構いらっしゃるかもしれませんけれども、いや、でもこのゲーム結構すごいと思いますよ。それこそさっき言った通り、マップは全部一つで繋がってますし、その大地の中で借り物っていう形でいろんなアイテムを利用して自由なゲームプレイができるって、それってもはやゼルダのコンセプトそのまんまですよね。で、何よりこの二等身グラフィックスめちゃくちゃ綺麗じゃないですか。こういうグラフィックスにすることで、これフレームレート高く保ててますよね。ゲーム映像見てて思うんですよ、これ60近く出てますよね、きっとフレームレート。自分のアイディア次第で様々な攻略方法があるゲームっていうのは非常に貴重で、やっぱりそういうゲーム多分作るのめちゃくちゃ難しいんだと思うんですよね。あんまりそういうゲームってないじゃないですか。まあ下手したら何度も繰り返し遊べるような、そういうゲームになってくるんじゃないかなとも思っております。まあ、9月非常に注目したいゲーム作品の一つ、新しいゲーム映像が公開されてましたという話題でした。
任天堂スイッチ関連でもう一つちょっとニュースがありまして、株式会社モノリスソフトが開発スタッフの募集を行ってるんですよね。高橋哲也総監督新作 RPG 第一プロダクション開発スタッフ大募集と書いてあります。モノリスソフト高橋哲也さんといえばゼノブレイド 1,2,3 総監督を務めておりますよね。まあ、それ以外にも様々なゲームソフトを手掛けているんですが、これはゼノブレイドの新作と思ってよろしいんでしょうか。2022年に発売されましたゼノブレイド3もですね、めちゃくちゃ高い評価でして、メタスコア89点のユーザースコア 8.5 と日本だけではなくて世界中から高い評価を得ておりますからね。いやでもやっぱりナンバリング作品ってどんどん数が増えていくと、ちょっと新規のユーザーが入りにくくなってくる空気感ちょっとあるじゃないですか。ひょっとしたらまた別の新しい作品なのかもしれませんしね。そのもちろんゼノブレイドのいいところはちゃんと継承しつつ、そんな感じですよね。いやほらだってフロムソフトウェアだってダークソウル4までは作らなかったじゃないですか。次の新しい方にどんどん入れ替わっていってますよね。なんかゲームのナンバリングって3あたりまでなんじゃないかなって勝手に一人で思ってるぐらいなんですけれども、まあ何はともあれモノリスソフトの新作を作るためのスタッフが募集されているということです。しかもですね、高橋哲也さんのメッセージによりますと、新作 RPG はこれまでのモノリスソフトの作品よりも多くの新しいチャレンジを行っていますと書いてあるんですよね。モノリスソフトでは作るタイトルの規模に比して少数で制作を行ってきました。それはそれで誇らしいことではあったのですが、そうも言っていられないのが昨今のゲームシーンを取り巻く事情です、なんていうふうにも書かれております。まあ、こういったセリフだけで勝手にいろいろ想像しちゃいますよね。まあ、もちろん任天堂の新しいハードを見据えたようなゲーム作りをしているはずですから、まあ、ゲームの開発がねどれぐらい進んでいるのかっていうのはちょっとわからないですが、まあ、人材を募集しているっていうことはそんなに多くは含んでないような気はするんですけれども、まあでも楽しみですよね。任天堂のね新しいハードとともに楽しみに待ちたいと思います。せいや、いやまあ楽しみですよね、ゼノブレイドの新作が来るのかどうか。いや楽しみといえばですね、ファイナルファンタジー7リバースの続編も楽しみですよね。まあ、ファイナルファンタジー7リメイクプロジェクトの3部作目にあたります。まあとは言ってもファイナルファンタジー7リバースが発売されたのは今年なんで、今から楽しみにするのちょっと早すぎるんじゃないのなんて話もあるかもしれませんが、まあでもね、ファイナルファンタジー7リバースのアルキマニアには野村哲也さんと北瀬さんのインタビューなんかもあって、まあてっちゃん曰く、あ、野村哲也さんの話ですけど、ボイスの収録は近々始まりますなんていうことを言ってるんですよね。これアルキマニアが発売したタイミングでそんなこと言ってるので、もう始まっちゃってるかもしれません。そして北瀬さんに関しては FF7 リバースは前作発売から4年、そのうち1年はインターグレードに費やしてるので実質3年で発売することができた。開発チームも変わらずにやってるので連動はさらに上がっている。3部作目はこの規模のゲームとしては比較的短い間隔でお届けできるかもしれませんね、なんていうことを言っておりますので、まあ、3年とかそれぐらいの短いスパンでね来てくれたら嬉しいななんて思っております。3年か、3年って黙って考えたらでも長いですよね。いやでもファイナルファンタジー7リバースのねディレクターの浜口さん、今アメリカで行われているコンベンションイベントオタコンにね行っているみたいでして、まあ、登壇してお話しする機会があったみたいなんですよ。その中で FF7 リバースのミニゲームとして存在したクイーンズブラッド、あれを新しい形にできないか試作をしているということなんだそうです。楽しかったですよね FF7 リバースのカードゲーム。どうやら次回作にも続投しそうな予感です。あ、でもなんかリバースのミニゲームは一部難しすぎるって言ってる人たちもいて、なんかね私の動画のコメントについてる中でクイーンズブラッドルールが分からなくてブチギレたって言ってた人がいて、はと思っちゃいまして。いやチュートリアルちゃんとありましたよね。チュートリアルの時だけひょっとしたら気絶してた可能性はあるかもしれませんけれども、あれルールそんなに難しくはなかったですよね。分かりやすくて簡単で、でなおかつ面白かったかなっていう記憶があります。まあ私はファイナルファンタジー7が好きなのでちょっとひいき目に見てる点もあるかもしれませんけれども、まあ、非常にシンプルなカードゲームだったような気はするんですけれども、中にはそういう人もいたりするので、まあさらなる改良を加えてくれるのは嬉しいかもしれませんね。他のミニゲームとかはどうなんでしょうかね。ピアノはねちょっと続投してほしいなっていう希望があったりするんですけれども、まあ難しすぎて嫌だなっていう感想が多かったようなミニゲームとかひょっとしたら消えていく可能性もあるかもしれませんが、次回作もひょっとしたらミニゲームたっぷりの非常にボリュームのあるゲーム作品になるのかもしれませんね。っていうかワールドのあり方とかはどうするつもりなんでしょうかね。今作のちょっと半分オープンワールドみたいな感じをそのまま持ってくるのか、あるいはいや本当にね次回作がどうなってくるのか全然想像がつきません。ファイナルファンタジー7リメイクプロジェクトの3部作目も楽しみですよねっていうお話です。まあ、次回作の想像がつかないっていう点では、あの龍が如くがちょっと変な動きしてるんですよ。ですね、先日セガがヤクザウォーズっていうタイトルを商標登録したみたいなんですよね。ヤクザっていうのは龍が如くの海外展開のタイトルだったりしますので、このヤクザは龍が如くだと思うんですが、これなんすかこれ。
これ東京ゲームショーに向けて何かを発表するんじゃないかというふうに読んでる人が多いみたいです。でこれ海外の方では龍が如くと桜大戦のクロスオーバーの可能性を推測してる人が多いみたいですちょっと待ってねちょっと待って、全然想像つきませんけれども、まあ、龍が如くシリーズは結構毎年コンスタントに新作を出してたりもしますよね。まあ、とはいえナンバリングの9とかを来年発売とかはさすがに早すぎる気がしますので、まあ、来年は如くシリーズの何かちょっとスピンオフっぽい作品になるかと思いますが、ひょっとしたらこれがそれに当たるのかもしれませんね。ヤクザウォーズ一体何者なんでしょうか。発表を楽しみにしたいと思います。あ、でも如くスタジオちょっと前に港区オーディションっていうのやってましたよね。まあ、その名の通り港区女子をオーディションしてましたので、これ港区女子同士を戦わせるっていう、そういうシミュレーションゲームになったらそれはそれでちょっと熱いね。何がどう熱いのかちょっと分かりませんけれども、男にたくさんおごらせた港区女子の勝ちとか、あるいは押し寄せる港区女子にいかにおごらないかっていうのを、そういうのをかわしがわしやっていくっていう、そういう戦いが始まる。何それ面白そう。でもメインじゃねえな、龍が如くのミニゲーム扱いだよね。まあ、そういうミニゲーム次回よろしくお願いします。じゃあ続きましての話題いきましょう。プレイステーションのファーストスタジオ、サンタモニカスタジオなんですが、あのゴッドオブウォーのシリーズを作ってるスタジオですね。ここがね今ね新しい IP の開発に取り組んでいるみたいです。マジか、それちょっと楽しみですね。 PS4 以降のゴッドオブウォーとか PS5 のゴッドオブウォーラグナロクってめちゃくちゃ売れてるみたいでして、まあ日本だとそうでもないのかもしれないんですが、海外だと鬼ほど人気あるんですよね。まあ、すげえ人気になっているので、そのシリーズでしばらく行くのかなと思ってたんですけれども、まあ、でもちょっとずっとゴッドオブウォーだとさすがにね、ちょっとまあ、いかついじゃないですか。でもクオリティの高いスタジオだから、なんか新しいの作ってくれたりしても面白そうだよななんて思ってたんですけれども、願いが叶いました。これが分かったのは、まあ、スタジオの監督を務めている方のリンクトインのプロフィールで分かったみたいです。リンクトインっていうのはね、ビジネス特化型の SNS ですね。グラウコロンギっていう方なんですけれども、ゴッド・オブ・オー・ラグナロクのリードキャラクターアーティストを務めた後に退社して、カリストプロトコルの開発元であるストライティング・ディスタンス・スタジオに入社したんだそうです。まあちょっとカリストプロトコルは残念な結果になったみたいなんですが、その後サブノーティカの開発元であるアンノーン・ワールド・エンターテインメントでスタジオアートディレクターとして10ヶ月間勤務した後にサンタモニカ・スタジオに戻ってきたということなんだそうです。いろんなところめちゃくちゃ転々としてますね。引っ張りだこなのか、あるいは、まあ、その方のリンクトインを見ると、新しい IP のキャラクター開発、パイプライン全体を管理する、キャラクタースーパーバイザーとして復帰する機会を与えてくれました。という風に記載されてるみたいなんですよね。新しい IP のキャラクター開発。そんなこと書いちゃってよかったんですかね？結構このリンクトインは、まだ発表されてない開発のゲームのヒントになることが割と書かれてることが多くて、まあ、今回もそこを突かれたというような感じになるかもしれませんが、現在ですね、そのサンタモニカスタジオは様々なことに手を広げているということなんだそうですよ。ヨガやりながらポールダンスの練習もしてますみたいな、そういう港区女子みたいな感じなのかもしれませんけれども、港区女子は今関係ないですよね。だいたい港区女子ってポールダンスやるんですかね？絶対やりませんよね。港区女子は主にどうやっておごられるかっていう、その計算をしてるわけですから、下手したらヨガすらもやってない可能性もあります。まあ、そもそもですね、ゴッドオブウォーと港区女子って全く対極な話題なので、今ここで港区女子どうしてぶち込んだってちょっと私自身も思っているところではあるんですけれども、まあ、ゴッドオブウォーを作ってきたね超すごいスタジオの新作がどんなものになるのかっていうのは非常に興味が湧きます。いや、それこそプレイステーションのファーストパーティータイトルで今大きいのって全然発表されてないので、8月にコンコード出る予定ですけれども、ちょっとまあもうね、なんか発売前から失敗しそうじゃないですか。まあそれはだから一旦置いときまして、なんかこう新しいのそろそろ発表してほしいですね。発表してほしいですね。アストロボットとかホライゾンのレゴとかそういうんじゃなくて、なんかこうほらあるじゃないですか、なんかこうほらね、プレイステーションさん、いやマジで本気でゴースト・オブ・ツシマ2、あるいはサッカーパンチプロダクションのなんか新作ちょっとそろそろ発表してほしいななんて思っております。9月頃に発表ね、東京ゲームショーぐらいのタイミング、あるいはねゲームズコムのタイミングあるんじゃないかな、なんかね、まあ、期待していきたいと思います。はい、まあというわけでですね、ここまで一気にダダダダッと、まあいろんなゲームの話題、
思った以上にたくさんのこと話してないな。思ったよりなんかすごいたくさんの話題に触れようかなと思ったんだけど、思った以上にモンハンの話題でちょっと熱入ってしまいまして、まあ、今日はこんな感じになってしまいましたが、どうでしたでしょうか。いつもって刑事チャンネルの実写が出てきてたりするわけですよ。まあおじさん成分といいますかね、まあ、おじさん成分足りないな、寂しいなって思った方はぜひ他の動画も見てくれると嬉しかったりするんですけれども、まあ、こういうやり方、この撮影方法だとね、結構こうなんだろう、テンポよくいけるみたいなところあるかなと思ってちょっとやってみたんです、ね、どうだった。どうでしたかね。まあ、お試しでちょっとやってみました。なんかこうそんなに悪い反応じゃなかったり、なんかもっと面白いものが自分の中で作れるかなと思えるようなところがあれば、まあ、こういうのもちょっとね、増やしていけたらななんてちょっと思っております。はい、まあ、これ今もう後半エンディングトークなんで、テンポとか考えずに適当に喋ってます。ごめんね。あ、なんかさっきまでと急になんか一気にスローダウンした。一気にいろんな話したからちょっと頭がね、もう今沸騰してるんですよ。ちょっと少し冷ましながらお話ししております。というわけでね、じゃあ今日の動画はこの辺にいたしましょう。皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録高評価してくれると嬉しいです。というわけでまた次回何かしらの動画でお会いしましょう。それじゃあね。Shining blue.